司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言書で指定した財産の受取人が先に死んでしまったらどうなるんですかとご相談を受けることあります。遺言書で A さんにあげるとしてあった A さんが自分よりも先に亡くなったら、まあ、簡単に言うとその遺言は無効になります。なので A さんにあげるって言った財産はもともとまた自分の元に戻ってというか誰にもあげる状態にはなってなくて、もし万が一の時には相続人で分けるっていうことになってしまいます。ですので A さんが第三者であったりとか親族ではない方だと、 A さんにあげると思ってたのに結局あげれずに自分の相続人に渡ってしまうっていうこともあるので、そういう場合には A さんにあげると、 A さんがもし万が一自分より先に亡くなったら A さんの子供にあげると、予備的な遺言も一緒に入れておくことによって自分の気持ちを伝えることができます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。